こちらはですね、既存の工場にセンサーをつけてスマートファクトリー化しようというデモでして、例えばこの蓋の裏にこういうセンサーがついていまして、でこのセンサーを使ってこの蓋の開け閉めされたら、この製品 X の製品がまあ1台できたと、まあ、4から5に増えましたけどもっていう生産管理をしたりだとか、そちらにあります生産マニュアル、今製品 X が表示されてますけども、向こうに置いてある Google フォームに話しかけて、製品 Y を表示してくれって言うと、まあ、ここに製品 Y の製品マニュアルが表示されると、そういった、スマートファクトリーのプロトタイプのデモをさせていただきます。